はい、おっちゃんです。PS2 版。ドラゴンクエスト8。空と海と大地となんたらかんたら。午前中の続きの配信です。よろしくお願いします。ちょっとね、午前中ね、配信してたんですけど、今日月曜だってのすっかり忘れてて、月曜おっちゃんとこね、ゴミの日なんですよね。家庭ゴミと瓶缶ペットボトルのゴミの日だったんで、あ、これ捨てなきゃやばいと思って、急遽中断して、そのまんまご飯食べたりなんだかんだしてて、こんな時間になっちゃったんですけど、まあ続きをやっていこうと思います。まあ続きといってもね、装備買うためのお金貯めですね。とりあえずここで、やっぱ防御がちょっと心配っていうか不安なところがあるんで、まず装備を整えたいっていうのがあるから、まずは、ここでお金をじっくりと貯めていこうかなと思います。ねえ、そう。よし、かかってこい、かかってこい。作戦変えようか。作戦を変えよう。町の近くの戦闘だから、作戦替えで、ゼシカはもうガンガン行かせて、ヤンガスもガンガン行かせよう。で、ククールが命を大事にね。これでいいね。これでもう MP が尽きたらすぐ戻って宿屋みたいなノリでね、やっていきましょう。さあ、敵を出ろ、敵を出ろ。敵を出るんだ。ヒー、ドン。敵を出ろ。ナイス。パワーベルト、パワーベルト。例えば袋でいろいろ手に入ったけど、これってなんだろう。誰かなんかいいものが装備できたりとかしないのかな。
うん。お。羽根帽子。どうしよう。おお、防御かなり上がる。防御かなり上がるね。ジェシカ。ヤンガス。ヤンガス今盾買ってあげるから、ジェシカじゃなくてこれだね。パワーベルト。これで攻撃力が上がるね。で、防御が上がるけど。パワーを上げたいから、これは袋へ。袋へ。1上がるのか。これ袋だな。よいしょ。おう。いい。おう。結構いけるね。やっぱ防御低いのかな。レベルが低いっていう可能性もあるね。レベルが低い可能性もあるからね。しっかりと育てていかないと。やっぱドラケって言ったらね、レベル上げですからね、やっぱね。ドラクエといえばレベル上げですから。ヤンガスね、見た目は防御力高そうなんだけど、案外そうでもないっていうね。あ、敵を出、敵が出ろ、敵出ろ。まあ、チマーレベル上げ。
いるぞ。ドーン。おお。まだ58もあるね、マジックポイントね。エシカの MP がなくなったら、宿屋に泊まる方向でやっていきましょう。うりゃー。やめろやめろ、石川やめろ。お、27になった。これは剣かな。まあ、将来的には剣になるだろうからね、わかんないけど。お、たくさんだ。おお、にしよう。いけ、ビオラ。よら。しか34か。もうちょい粘れる、ね、もうすぐ2000になるね。お金も貯まるし。お飲むそう。お、薬草ゲットです。生き出ろー生き出ろー。火が出てくれない。池が出た。よいしょ。よし、オッケー。
お、2000超えてきたよ。でしかやばいね。ちょっと休憩していこうか。でしかのマジックポイントをまず回復して、あいよー、行くぜー。よいしょ。レベル上げ。いざレベル上げ。ちょいっと一服かましながら。かましながら、OK、敵を出ろ。いや。いいほら、いいダメージ入るね。なんそう。お、フルアルビラ終わったよ。そろそろ帰るかな。そろそろ帰るかな。どこで売ってたんだっけ。どこで売ってたんだっけ。ライトシールド。ヤンガスね。で、鉄の盾。黒に入れとこう。そう。お、井戸だ。井戸があったよ。
井戸があったけど、特に何もない感じ？何かありそうな感じの井戸だったんだけどね。よいしょ。お、守りの種だ。守りの種か。誰に使おうかな。種は全部主人公だね。種は独り占めだね。ああ、袋に入ったからいいか。今度ね。あれ、どこだ。よいしょ。一旦ここでセーブしておこうか。装備も。よいしょ。買ったことだし。よいしょ。ちょっと待ってね。なんか今ヒューってなったね。追って、よいしょ。じゃあどこに行ったんだっけ。ここだね。おっちゃんは今どこにいるんだ。お待たせしました。すいません。まずここから。作戦をちょっと変えよう。ちょっと移動するから。アクステンを、でしかは、バッチリ頑張れにして。ちょっと節約しながら進む感じで。この道を進んでいく感じだね。この道を進んでいって、
さあ、かかってこい。痛い。うん。この道をいいのかな？飛んでいって。この道をどんどん進んでいって。おー、格闘パンサーいっぱいいるよね。お、気づいていない。火力は高いんだけどね、防御力はね、防御力を上げたよ、おっちゃんとしては。で、ここはこっちでいいのかな。こっちでいいのかな。ここを登っていくと、おお、力を貯めた。壊れた。さてさて、あ、ここだね。おー、なんだここは。なんか入ってみようか。お邪魔します。あら、開いてない。誰かいる。こんにちは。キラパンサーの父、キラパン様のお屋敷。ああ、はい。キラパン様、今日もいつものように忙しい。誰かに構わず会うことはできん。面接する。足元のコミコの金は米が冷たい目に入れています。そしてあなたが一緒に暮らす家族はみんな猫の体温に入れて連れて帰って家族を説得する。2番目の問い、あなた王様の家来です。今日は王様の狩りに行きましたが、なかなか獲物が見つかりません。あなた森の庭にかかったら発見しました。ここからの罠を外して逃がす。そのキラパンサーがあなたに襲いかかってきました。あなたはそのキランパンサーに勝ちました。しかしキランパンサーに仲間になりそうにあなたを見ています。どうしますか。キラーパンサーを仲間にする。結果発表。
そのメリハリの気に入っただ。ムサオラパン様に合わせてやるだ。さあ通る。やったーやったー、ありがとう。こんにちは。パラッチではないのやな。あやつが中に人を通すとは珍しい。わしは今はちょっと忙しいのじゃ。客人はしばし待たれよ。よし、これで一段落としよう。客人をお待たせしたな。わしがラパンちゃん。どうやらお前さんは旅人のようじゃな。おう、さすが。カラッチが中に通した時のことはある。見切った優しい目をしておるの。もしかしたらお前さんなら、わしの代わりに務まるかもしれん。よし、お前さん、話を聞いてくれ。実はじゃな、わしの古い友がある場所で道に迷っておるのじゃ。本来ならわしが行ってやつを導いてやるべきところなのだが、見ての通りわしはタボじゃ。ここを離れられん。それでお前さんに我が友の道案内の役目を果たしてほしいんじゃ。お前さんならきっとできよう。どうじゃわしの頼みを聞いてくれるかな。いいよ。今から言うことをしっかり聞く。お前さんたちもここに来る途中一つ見たかもしれんが、この近辺には四つのキラーパンサーの像がある。見てないよ。そしてその四つの木の像が見つめる中央に明け方にしか見えない不思議な木があって、我が友はその近くにおる。お前さんたちそこへ行って、説明にこれを渡してくれんか。利口な奴へそれを渡せば言わずとも行く道を知るじゃろう。我が友にそれを渡してくれたら再びここに戻ってくればよい。その時は礼をするぞ。外に出て高台から周りを見渡せば、キラクパンサー像がいくつか見えよう。ゆっくりゆっくり探してから行くんじゃな。おっと、そうじゃ。お前さんたちキラパンサーに乗ったことはないじゃろう。いい機会じゃ。カラッチに行って借りていくとよい。キラパンサーに乗っていくなら目的の場所にも早く着くぞ。後の話はそうぜ。カラッチに聞くんじゃな。キラパンサーに乗れるの？よいしょ。まさかラパン様の中におらんかっただか。ラパン様に頼まれ事をされただか。しかもキラパンサーに乗る許可までもらったとは。皆さんたちよっぽどラパン様に気に入られただな。おお。はい。レッツトライだべ。おー、キラーパンサーに乗ったよ。キラーパンサーに乗った。おう。キラーパンサーによれば、おめえさんが普通に走るよりはるかにも早く移動できるようになる。今まで行けなかった場所に行けるようになったりはしない。勘違いする人がいるんで、念のために。ああ、なるほどね。早く歩けるだけね。早く歩けるようになる感じか。で、キラーパンサーの像を探すんだね。キラーパンサーの像を探す。あ、敵は出るのね。それはそうか。おりゃキラーパンサーの像ね。
とりあえず、キラーパンサーの像ってどこにあるの？いや、痛いよ。キラーパンサーの像。パンサーの像ね。でしかレベル25になった。お色気を上げていこう。キラーパンサーの像はどこにある？ん？ああ、間違った間違った。降りちゃった。ルーラーで行ける？そしてよし、メタルライダーめ。よいしょ。おのれ、おのれ、おのむそう。
よし、オッケー。で、ここを、道なりに進んでいって、キラパンサーの像だ。多いな。きついマジか。62とか。アサシンだわ。だってワンタン、キラーパンサーの像は向こう向いてるね。また変な敵が出たよ。あー、スクルト系か。他にどうあるのかい？さっきのキラーパンサーが見てたのはこっちの方っぽいけど、やめて夜の帝王さん。
西側ではないの？この向こうを見てるんだね。から、あ、ここの中かな？ここの中かな？ここぐるーっと出て、ここではないっぽいね。めっちゃ出てる。やめてここかな？ここに朝方に来ると
いい感じ。太陽。作ると勘弁かな。踊りがきついな。朝方。これいい感じだね。朝方、この粉は旅人よ、その粉をいずこで手に入れたのか。なんでとラバン様がそなたにその粉を、隠したというのか。にわかには信じられんが。いや、その話を聞いてようやく合点がいったわい。おかしいと思っていたのだ。池とも同じ場所をぐるぐると回ってばかりなのだからな。旅人よ、礼は言わねばならん。そなたが来なかったら わしは永遠に行くべき道を失ったままであった。今のはその小瓶の蓋を開き、中の粉を当たりに撒いてくれぬか。ああ、幽霊だったんだ。死んじゃってたんだ。旅人よ、もしも再びラパン様に会うことがあったら、こう伝えてもらえぬか。このバウムレン、ラパン様に会えたという、それだけで、誠に幸福な人生であったとな。
ではさらばだ旅人よ、明日で旅を続けるがよい。ああ、成仏した。ああ、成仏していく。成仏していく。よかったね、成仏できたね。よかった、よかった。この木は、なんか取れないの？なんか取れないの？なんか取れないことはないかな。じゃあ、ちょっと、報告に行きましょうか。渡してきたよ。ちゃんと成仏させてきたよ。悲しいね、なんかね。悲しいけど成仏させてきた。おお、やっと戻ってきたか。どうやらわしの古き友を無事に導いてくれたようじゃな。お前さんが奴に会ったあの不思議な木は、太古より命をつかすつがどる木と呼ばれておるのじゃ。それゆえか、時折自分が死んだことに気づかぬ者たちが道に迷ってたどり着いてしまうことがあってな。しかしこれでは奴も自分の死に気づき、無事に冥界へと向かってくれることじゃろう。奴、バムレンはわしが最初に心許し合ったキラーパンサーでな。奴がおったから今のわしがおるのじゃと思っておるよ。だからたとえ奴のことでもわしはこの仕事を辞めることはできんかったのじゃよ。うつは説明が遅れたな。わしはキラーパンサー友の会の会長をしておる。今回の例にお前さんの会員にしてやろう。さあこいつが会員の印じゃ、受け取ってくれ。ありがとう。この鈴が会員の印じゃ、しかるべき場所で使えば近くにいるキラーパンサーを呼び寄せるはずじゃぞ。その名前じゃぞ。その鈴は特別な名前などないが、それでは使うときにいささか不便じゃな。よし、その鈴は今よりバウムレンの鈴。あう、バウムレン、わしたやつの友情の証。では世話になったな、旅の者よ。いつの日も心にパンサーじゃ。この言葉、決して忘れるでないぞ。ありがとう。ですね。ベルガラックに戻ろうか。
そろそろ話してくださいよ。あの日は本当に何があったのか。絶対に誰にも言わないでくれよ。俺が漏らしたなんて知られたら。あの日、ヤリング様の屋敷に強盗が押し入ったのは知ってるじゃな。じゃああの時の強盗にヤリング様殺されてる人殺されてしまったの？その強盗は何者なんです？道家の格好。あいつか。その強盗、金目のものには一切手をつけず、ギャリング様を殺して出ていったそうだ。そして最初からギャリング様を殺すのが目的だったみたいだ。ほんでよ、ホーグ様とユッケ様がギャリング様の仇を討つために追っ手を放ったらしいんだ。店に戻らないと。狙われたんでびっくりして。俺たちまさかずっとここにいたんじゃ。おかしなこと言って、さて酒場に戻らないと。ごめん、聞いちゃった。ごめん、聞いちゃった。よいしょ。よいしょ。マスター、あのこと誰にも言わないでください。もしバレたら私は黙っていてくれれば、私がいろんな力を集めた情報を示しますから。いいでしょう。分かった。殺害されたギルニー様の仇を討つためにフォーグ様とユッケ様は追っ手を放ったそうでして、追っ手が向かったのはベルガラックの北にある島。確かその島に網を隠すのにうってつけない遺跡があると聞きましたよ。一度北の島にある遺跡へ行ってみるか。ああ、なるほどね。なるほど、遺跡に行くのね。というわけで、ちょっとね、キリがいいところに来たんで、この辺で終わりにしたいと思います。次回は、身を隠してるらしいという北の小島の遺跡にちょっと行こうかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。ではでは。